や、この間、稲川淳二さんにワイドウォッチャーでお会いしまして、はい。まあ、稲川淳二さんの、人形事件。はいはい。ああ、有名ですよね。もうね、超有名ですよね。あれ、かいつまんで話していくと、もともと一番最初に、お杉さんかなんかで、人形作りやってる人を紹介してもらってんでね。うん。で、稲川さんに、その人形の、その劇団みたいなのをちょっと手伝ってほしいと。ほうほうほう。いうので、その、まあ、人形作りの作者に、これがようできた人形なんですって言われて渡されたよね。はい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 。そうなんですか。ほんで、家に置いといたら、なんか、その家の中で、最初何気なくタンスの中でやっとったけど、うん、毎日あれやってんでね、その人形、タンスが出てんねんってね、朝なったら。うん、はぁ。はいはい。毎日タンスが出てまうねんって。うん、ほんで、その人形を預かってから40度ぐらい熱が出たりとかするっていう話になって、まあ男の子の子供の人形やってんけど、なんか晩になると高熱になって体が気だるくなると。ほんでこの人形を見てからおかしいと、いうことになってて、ほんでまあある時なんかその人形をなんかおかしいんちゃうかという不幸なことが続くということで、なんか体も気だるいしということで、そんな話を ABC の朝日放送でしたら、確か乾さんがやっておられるビバレディの前ですかね、こんな時アルファかなかなんかで ABC オール持ってきたと、その人形ですか、人形を、ほんである霊能者に見てもらうと、なんかおかしいんちゃうかということで、やっぱり人形って怖いから供養してもらおうと言うてて、ABC ホールに入りました、はい、入って、霊能者がホテルプラザの前で跳ねられてんねんね。あ、そうなの。そう、その見に行きますよと、あのホテルプラザのプラザバスの前で跳ねられてんねんね。もうかなりそういうことってありえないような、ありえないよね。あごで霊能者がバーンって交通事故に起こってんねん、考えられないですよ。もう見に来んなみたいなね、人形から見に来んなってことですよ、武さんね。なんか嫌やね。ほんでまあとりあえず代わりの人を探そう言うて、まあ徳の高いお坊さんに連絡して、なんとか間に合うんでしょう言うてたら、言うてたら、そのもう生放送入ってしもったと、はい、でまあそういう生放送入るときに、じゃあ入る前か、入る前に美術さんがとりあえずライティングのセッティングとかしてて、はいはい、ちょっと暗いイメージにしとこうって言ってたら、とりあえずパッと見たらなんかそのほんまの男の子が、その人形にそっくりの男の子が、舞台裏おんねんって、うろうろ、はいはいはい、で、美術さんに、今日これから何すんのって子供が聞きよんねんって、いや、稲川淳二さんゲストで、って、美術さんも、その時何やよう分からんなと思っててんけど、多分誰かが連れてきた子供やろと思ってんだな、まあ、関係者のね、そう思いますよね、普通に喋っとるから、ほんで、ああ、で、そういう子が喋ってて、いや、今からその人形がね、ほんまに霊がついてるかもしれんって言って、まあ、いわゆる夜、まあ、階段特集みたいなもんやな、うんうんうん、で、まあ、お笑いしてもらうという話や、ふーんって、そのまま立ち去ってまいって言って、で、美術さんがおかしいな、今、誰の子やねん、おい、今の子、誰の子やねん、誰が連れてきてはったんか、って言ったら、いいえ、そんなん知りませんって言われて、今日のゲストの子供連れてきてる人おるって聞いたら、おらんねんって、おかしいな、と言うてるうちに本番が始まった、はいはい、本番が始まったら、ABC 4の電源がバーン落ちる、落ちる、稲川さんがその話でしたら電源がバーン落ちた、ライトがパンパン2つぐらい割れた、であのバトンあるわな、バックの、はいはいはい、バトンでよう釣るやつだ、あれがビュンビュン揺れてんてな、ほんで一番怖かったんが ABC ホールの受付の女の子からバーン走ってんて、ABC ホールに、はい、何でかなと思ったら映ってるっていうね、何が、その生放送見て、生放送中テレビが電話が殺到したね、何が映ってんのって言ったら、男の子の霊が稲川さんの背中に見えるいう電話が何百本と入ってる、それをさっきまでうろした子供と同じような声やね。で、美術さんがそれテレビのモニター見て、さっき俺が喋った子供やないかって言い出したから、乾さんはパニックで、もうコマーシャル落とすわ、でもう ABC 大損害やったらしい。ほんで、ここまではまあ稲川さんがよくやってる、はい、よく皆さんまあまあ知ってる話ですが、そうですね、この後、稲川さんはこの人形を、やっぱり供養するかどうかで考えるけど、その前に作ったやつをもっぺん探して返そうと、思ったんやて、はい、この人形愛着あってる人形やから、はいはい、とりあえずいっぺんこの作った人に会おうと思って探したら、おらんねん、この人はよく埋められてたんや、その人はいて、そういうふうな人物はおったわけでしょ。いや、作った人は会うてねえ、もう。ね、ですよね。会うてるから、この人、その人に言われて、怖くなったから、こんなん霊能者も途中で事故ったりとかしてるから、これはあかんと。生放送もめちゃくちゃなったし、もたし、これ以上俺が持ってたら、えらい目に遭うかもしれんから、とりあえずは、返そうと、作った人に。返そうと思ったら、行方不明になってました。ほんで、とりあえず、まあ、連絡しよう、八方を探して、
撮って2ヶ月後にやっと会えたんやこの人に、うんうん、この人どこ行ってたんやお前探してたんやって言ったら、うんうん、もう忘れてんね、うん、その人形を作った こと忘れてんね、記憶がその2ヶ月はどこ行ってたんや、うん、分からん、うん、どこにおったかも分からへんね、うん、見つかったのは長崎で見つかったらしいから、うん、それなんでそこまで長崎に行ってたかすらも分かってないわけ、うん、その人は分かってない、パッと聞いてた、何にも覚えてないねって、うん、あそうなん、うん、でどうやってなんかその長崎行ったかも覚えてないし、うん、いつ東京に戻ってきたかも分かってないの本人、その間飯も食うやろうにな、食うやろうに、ただ一つも記憶はないね、ないって、うん、でそのにこの人形お前が作ったんやでって知らん、うん、まあ、知らんけどお前が作ってんからお前持っとけっつって渡したんかな、いやそれは渡されんかったで、結局もうそれを知らんって言われてもしょうがないから、うん、僕はそんな人形作った覚えがないって言い出してて、うんうん、ああ、うん、その人形どうしたの、うん、結局はまだ結局供養お寺に預けたって、あそうなん、はあ、武さんもそんなもん火じゃないって今まで一番怖い体験がそれやからって、うん、それはちょっと、いや普通ね作った人の怨念が入るいうのはありますよね、気持ちが、気持ちが、でもその作った人とも合わさんとことしてるわけでしょ、うん、だからもう独自の人格を持ったわけですな人形自体がね、そうそう、だからね、うん、私の人形は良い人形、はいはいはい、漫画にありましたけど、ええ、だいたいね可愛がったお人形とかようお墓にね、うん、一緒に燃やしてしまうのは普通ですけども、うん、燃やさなかったりすると良くないっていうのはそこなんですけどね、うん、ただ作った人形で一番怖かったのはその人形そっくりの子供が警備少年だからね、あれですよ、その人形自体がね、要するに人間化しちゃったわけですよ、多分、多分ね、だからその作った人の気持ちとかね思いとかじゃないですよね、要するにもう人形自体がだからかなりよくできた人形だったんじゃないですか、人形自体がやっぱり人格を持ってしまって、ね、見返しました、全然関係ないところで上の方から聞こえてくるんですね、うん、音、それで SE さんって音の関係の人も何もしてないっていう、これなんかあったんですか、さっき、はい、で電波が通り過ぎたのを感じました、どこの辺をですか、ライトの柱3本目と4本目のあたり、 あそこだけ揺れてるな、ほんまに被害はございません、お静まりください、本番始まる前にあの人形の後ろの方に子供が見えたっつうんだけどな、それ本当に見えたんですか、現在存在はございます、存在ってどこにですか、そのあたり、この辺ですか、誰かいるんですか、はい、これもう危害は加えませんからご心配なくお続けください、こう見たんだ、そこのとこに子供が僕打ったんですよ、この人が半ズボン履いて白いじゃん、だから僕はフロアさんに子供出さな本番近いよって言ってたんですよ、で一緒に本田君ですから入れたらいなかった、驚いちゃってますよ、たくさんお電話いただきまして、やっぱりというのはあそこのね、人形がありますね、今映ってます、後ろに男の子が映ってたっていうのは何件かある、それからここのね真夏の恐怖っていうこのタイトルがありますけど、この横にこのこっち男の子が画面で見られたっていう話があります、最近ね稲川淳二さんが、ほうほうほう、ABC テレビの乾さんの、やってはった、うん、かつてプラスアルファが、プラスアルファ、はい、あの時稲川淳二さんが人形を持ってきて、野良の人形のあった時に、あの時ちょうど今もう北条さんって当時プロデューサーがいたはって、はい、はいはい、ABC いたはったでしょ、はいはい、あの方が当時担当やったんですけど、うん、あれあのね稲川さんの呪いの人形のお話をね、うん、聞いたりその時に起こった現象を聞くとね、うん、みんなね あの人形を聞いてるとね、僕ね世の中にはねもう幽霊はな、うん、おるねんやろなって僕思いましたね、まあその幽霊というかそのなんか霊的なもう何かが悪念というか因縁というか、ね、いやよくよくちょっといろいろこの間中山君のイベントの時喋ったんですけど、はい、まあもともと稲川さんがねなんかお芝居かなんかで使う言うてて、うん、人形がこう来たわけですよ、はい、人形で使うどんな人形でしたかね、かなりちょっと大きめのちょっと大きめの、ね、症状っぽい人形なんですけど、ね、はい、だんだん顔がね、険しくなってるって言うんですよ、うんうん、ほんでなんかその芝居やってる時にもなんかいろんな不可思議な現象が起きて、スタッフが怪我するとか、はいはいはい、誰かが上にから物が落ちてきたとか言うてて、あまりにも気持ちがいいから、まあ、芝居終わった後にこの人形を人形師の元に返そうっていう話になって、はい、うん、その人形師のところに持って行ったら、その人形師がこんな顔は俺の作った人形やない
って言い切るんですよ。うん、で、しゃあないから、稲川さんが預かった。はい、ということは人形師は、これは引き取れないと。俺が作ったもんじゃないから。俺が作った人形じゃないんだ。俺こんな顔の人形作ってない。うん、っていうのは、もともとの話なんですよ。うん、はい。引き取れないから、持って帰ってくれと。で、ただそれで、いろんな嫌なことがいっぱい起こるから、うん、いうことになって、うん、で、言ってたらね。で、その時に真夏の階段で、あの、プラスアルファで乾さんの司会やった時に、はいはい、お昼の2時、ABC ホールの生放送で、はい、その人形を持ってきて、うん、どんな不可思議な現象がね、今まで起こったかというのを喋るという。うん、はい、稲川さんがだから心霊のタレントになったのは、この人形なんですよ、大元は。もともとそれですよね、うん。しかもその ABC の番組からですよね。からから、こっからですよ。こっからなんかすごく評判になってね。そうそう。ほんで、この時に何が評判になったかっていうと、うん、ABC ホールで、照明がまず割れた。はい、で、一番みんなにびっくりされたのは、その、あの、乾さんと稲川さんと、かつ春長師匠もいたはって、うん、亡くなられた。はいはいはい、で、この喋ってて、アシスタントの方もおられて、うん、その画面の片隅に、うん、少年が映ってるって言うんですよ。青白い顔をした。はい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 、ほんで、ABC 開局始まってないの電話が殺到したんですよ。うん、生放送中に。なんか映ってると。画面の隅に少年が映ってる、少年が映ってると。はいはい、はい。何本も電話があったらしいですね。何本も電話があったと。うんうん、ところが、これ実は、テレビ画面で映ってたらしいんですけど、はい、あの、よくよく関係者に聞いて取材してみたら、うん、実は、その、放送中に、この D 宅のとこの、生放送中の D 宅の隅に、少年おったらしいんですよ。ほうほうほう。で、みんな、誰やろ、この子供って思いながら急振ってたんです。はい、1画目3、2画目3本で、ね。で、その、そこにおった子供がテレビに映ってたっていうことなんですか？そう。で、そこにおるのにっていうことですか？いや、では、おるんですよ。うんうんうん。で、もうみんなおるって、タイムキーパーさんも、デルタもみんな、少年おると。誰やろ、この子供と。あの、今の ABC をナイトスクープ撮ってる楽屋のところに、はいはい、子供おろおろしてんねんって。はで、ところがね、うん、これね、よくよく調べてみると面白いなと思うのが、前の日にね、プロデューサーが、うん、稲川さんと、こう、話しするときに、ね、この人形なんですけど、稲川さんが持ってきたときに、ホテルプラザのパントリーで、稲川さんの隣に座っとるんですよ。まあ、その少女っていうか、少年が。あ、子供がね。子供はもう座ってるんですよ。座ってんだ。はい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 。ほんで、稲川さんはその子、稲川さんの子供なんかなと思って、思いますよね。プロデューサーは、あ、なんかいてはるけど、まあ、何もおっしゃれへんけど、うん、座ってるから、はい、いいかなと。じーっとこう、話聞いてるんですって。で、そのプロデューサー見てんねんって。うん、まあ、それね、目の前でね。ディレクターと二人でこう、稲川さん喋りながら、チラチラと見てんねんけど、うん、稲川さんは、うん、なんかそう、気にせんと、うん、その人形をこう置いてた、人形が子供の膝の上に乗ってんねんって、こう。嫌な、嫌な光景ですね。でも、今の言い方は。プロデューサーは、はい、あれこの子供は稲川さんの子なんか。うん。でも、もうあえてね。うん。いや、無口に黙って聞いてるし、はい、稲川さんの子なんかなぁと言いながらということで打ち合わせして、帰ったらしいんですって。はいはいはい、まぁ、ちょっとなんか変な感じはしたけど、まぁ、子供だろうと、多分。うん、稲川さんの子供やろと。ね。うん、で、次の日、うん。ABC 入ってきた時に、うん、あの、2階の受付からエレベーターで ABC ホールを降りる時に、はい。この受付の女の人が、おはようございますって言ったら、うん。その受付の女の人が見てはったらしくて、子供おってんて。はあ、で子供、うん、おはようございますってちゃんと言うてんねんて。はあ、はいはいはい。その時も、うん、稲川さんがこっちおいでやっとか、なんか子供に言うてたら、うん、ああ、幽霊かな、と思うこともなかったけど、うん、稲川さんの横をほんまについて歩いてるんですよ。稲川さんは気づかないような体なんだ。そう。触れないわけですね。触れないわけですね。触れない。触れない。でも、こう、受付の子は、きっちり見て挨拶までしてくれた。してくれたと。うん、ほんで、人形を、こう、糸で釣って、はい。道具さんがね、うん、筒の中に入れて、うん、ガラス張りの筒の中に入れて、人形を釣って貼ってんの、その人形。はい、はい。僕はこういうガラス、俺も見てないか分からない。ガラス張りのところに入れて、糸でこう人形を釣っといて、下に台置いてっていうと、うん、その台のとこに、こう、人形を置いて、うん、糸でこう、道具さんがこう、こうトントンと釘打ちながらやったら、うんうん、ここに、子供おんねんて、台の横に、うん。うん。で、あれ、僕どっから入ってきたん、うん、って言うたら、うん、あっちだけ言うて、はい、パパパパーって消えていってんて。はぁ。はぁ、うん。で、みんな、その時も、なんで、こんなとこに子供おんねやろと思ったけども、まあなんかでおんねやろってぐらいに、うん。もうみんな、だからそれ、なんかでおんねやろ。うん。って思ってたって、ね。はいはい。みんなそれぞれがね。それぞれが。うん。で、その受付の女の人も、おはようございますって言うてる子供やから、あ、まあ、
まあ、関係者、まあね、連れてきてはったんかな、いやー、その子供かなとか、ね、誰もだから、その子供なんですかとは、まあ、言えないわけだ。言えないわけです、うんうん。まず言わない。はい。うん。だから、今は一体何やろうなと、みんな。で、大道具さんも、うん、なんか子供おんなと思って。で、なんかみんながエビシの楽屋で、子供走ってんなとか、うん、おっと思ってて。ほー。で、照明さんの時も、子供タタタッと来て、なんかじっと見てんねんって。うん、で、僕、あかんよ、ここ危ないよ、って言って、後ろの堀のとこにおって、危ないよ、とかって言ってんねんて。ほんで、また子供タタタとどっか行くねんて、うん。みんな子供見てんねん。うん、まさに年をくんですよね。年をだよね。年を。で、うん、で、それは、なんだったんですか？わかんない。で、それが映ってると。うん、で、抗議殺到してでしょ。うん、で、それが生放送中電話がジャンジャンになって、はい、なんやそれって言って受けてる後ろに、D タグの横に、その子供うずくまってんねんて。うん、で、みんな、うん、こいつ。でも、その時に、うん、なんかタイムキーパーさんのみんなが、なんか今、こいつかということを言ったら、うん、えらいことが起こるような気がして、もうみんな、ちーっとその時はもうみんなビビり出してたんだ。いや、もうその時すでに、なんか、こいつか。怪しいかなと。おかしいでと。でも、そんな具体化してるやつ。珍しいよね。みんながみんな見てる。おらんやろ。ね。うん。で、テレビにも映り込んで。みんなが見てるんですよ。まあ、後でその画面見てたら、うん、そのさっき、こう、ね、人形をくくりつけた大道具さんが、画面の隅にそれ映ってみて、うん、えらいもん見たわーって自分で思ったらしいですわ。はあ、それは、稲川さんについてきてるのか、人形についてきたのか、どっちなんですか？それとも、もともと、ABC にいるのか。うん、これは間違いなく、チャッキーですわ、いわゆる。チャッキーですよ。はい、この人形は、はい。なるほどね。発想的に言うと。うん、で、今はなき、春長市長も、どうも見たらしくて、それを。子供を。はい、もう家帰った時に、息子さん、今、落語やってはるけど、その息子に向かって、うん、幽霊はおるんやって、その、もう帰って言ったらしいですわ。はあ、この目で見たと。見たと。具体的に。具体的にと。で、まあ結局最後はそれ、稲川さんがね、あまりにも縁起のあることばっか起こるから、うん、最後はまあどっかに預けて供養したっていう話なんですけど、はいはいはい、何年か前に僕が稲川さんにお会いしたけど、うん、そういえばあの人形のあの騒動どうなりましたって、稲川さんに聞いたら、来てんだよねって言って、うん、どこにって、うん、最近近寄ってきてんだよ俺にって言って。うん、人形がですか？人形が。うん、子供やで、人形が今度。人形が。っていうのは、毎年階段のイベントやったはれ、稲川さんが。うん、ね、うん。その打ち上げがあって、うん、飲んでて、じゃあ、稲川さんが今度みんな写真撮りましょうって写真撮って、送ってもうたら、うん、その、みんなの集まってるところの隣のとこに、人形がじーっとしてる、ね。え、う、嫌、ん、やね。映っててんて。たまりまってんわ、それ。で、稲川さんが来ちゃったんだよね。また来たんだよね。また来たんだよね。って俺に言ってありました。はあ。人形だから稲川さんが好きなんだ。好きなんやろな、ね。そうですよね。まあでも稲川さんはこの人形のおかげで、心霊という練習のタレを見つけたわけで。まあ大稼ぎしてるわけですけど。はい。うん、だから、だからそうです。呪音の年をくんですね。そうですね。にゃー、にゃーですわ。うん、ですよね。にゃーですわ、ほんまに。はい。やっぱおるんですね。子供で青白い顔。青白い顔したやつが、うろちょろすると。そうそう、呪音なんですわ。はぁ。呪音の前にそういうのがおったんですね。おったんですわ。いや僕もそのプラスアルファってね、当時リアルタイムで見てるんですよ。はいはいはい。それで、そのね、少年はさすがに見えませんでしたけど、ね、はいはい、上の照明のバトンが、ドーッと揺れるのは、はっきり見たんですよ。はいはい。それでね、乾さんが興奮しながら、まあ一緒実況してあるんですよね。はいはい。で、このスタジオには、風は一切吹き込むことはないのに、うん、この照明のボタンがずっと揺れてるんです、うん、って言って、それバーンとカメラ抜かれてるんですよ。うん、はいはい、だけど、生放送ですから、はいはい、番組を進行しなければならないので、はい、いや、なんか揺れてますけど、とりあえず進めましょう、言うて、うん、怯えながらやってるのは、記憶に残ってる。記憶に残ってるんですよ、うん。これは強烈でしたもん。そうやね。な、だって今考えてもな、俺 AB ショーにおるけど、ナイトスクープ撮ってるけど、はい、あそこでバトンが揺れることありえへんもんな。ありえないですから、ね。だってありえないもん。うん、そのバトンがぐわー揺れたんだね。はい。照明が一つ消えてんもん。だからね、スタジオとかさ、結構やっぱりそういうのあるじゃないですか。はいはい、はい。やっぱりスタジオっていうのは、例えばその人形に、まあ原因があったとしても、はい。スタジオとかいうところは、その、なんかそういう原因があるものをこう増幅しやすいですよね。うん、そうやんな。だから形にしやすいというか、はい、はい。子供なんかも、やっぱおるんでしょうけど、形にならないんだけど、やっぱスタジオに来ることによって。それだからな、その、打ち合わせの時にパントリーにおったいの聞いてな。うん。と。うん。だからビーフガレーとか食っとったら面白いんだけどね。そうやね。いやでもね、その時にプロデューサーもね、打ち合わせしながらね。はい。この子には何もあげんでへんかなと思ったけど、パフェとかね。そう。で、この子はじーっ
っと聞いてねえ。で、左にこう人形乗っけて。人形乗っけて。嫌 やん、もう。そのガキに言いたいよ。嫌なお前登場の仕方すんなよ。その横で並んでたまだしも、こう、左に抱えてる人形っていうのはなんか嫌じゃん。そうそう。稲川さん何事なかったのにはこの人形なんですよって打ち合わせしてねって。はぁ。はぁ、あ。あ、そう。はあ、もうさも人形を運ぶアシスタントであるかのような存在に見えるよね。うん、ああ、で、何年マネージャーもおらんのにね、こんな子供にこんな人形を運ばして大丈夫なんかなと思わせたと。で、しかも、はい、おはようございます、言うとね、はい。ああ、言ってんだ。なんかちょっと興味あるんだね、はい、子供もね、そういうちょっと芸能系には。ね、大道具さんには危ないでって言われて、わかりましたとか言って返事して、ちょっとかじっとるんですね。ちょっとかじってんだよね。でも意外と物分かりいいんですよ、ね。物分かり、ええ。たぶんサブの方でもね、スタジオのサブでも、マネージャーとかが普段立ってるところに立てたんでしょうね。そうそうそう。ちょっとそういうの好きなんですよね。ちょっと立ちたいんですよ。ちょっとかじっとるんですよ、業界は。もう手伝わしたらいいんだよ。AD の AD ぐらいでさ、これちょっとやっとけよ、パシリで。パシリすごいっすよ。パシリパッてこう、なんかテレポーテーションみたいなできるから。瞬間でいい。うん、タバコでこいって。いやいや、でもそれはほんまに。はい、いや、でもね、俺この話をね、なんか改めてちょっとみんなで検証したときね、うん、いやー、そこまでね、なかなか見えないですよ。見えないね、本当は、普通は。だってそんな全員がね、うん、おる人みんながね、みんなが見たってことをね、ありえないもん。うん、しかもテレビ画面に映ってたっていうのはね、で、ひだきみたいにバトンが動いてたわけでしょ、ね、動いてましたね。でも見えるやつには、子供がおる、子供がおるって。そうですね。あの画面の隅に映ってる子供はないんやーって言って、言われたわけ。うん